里崎チャンネル。こんにちは。どうなるプロ野球。はい。ということで、急遽ということでね、まあ、速報という形ですけども、まあ、先ほどね、ニュースが入ってきましたけども、ヤクルトの、村上選手が、コロナ感染ということでね、自主トレ先の宮崎に滞在中 38.2 度の発熱で検査をしたところ、コロナ陽性というところになりまして、まあ、村上選手にはね、早く無理をしないでね、体調を回復して、元気な姿でまたね、プレーしてくれることを、望みますけども、報道としましては、一緒に自主トレをしてた青木、西浦、塩見、宮本、中山の5選手とスタッフ1名が濃厚接触者に認定され、選手5人は宿泊先のホテルで隔離中で、7日に PCR 検査を受けるという、ところの報道が出ましたけども、まあ、昨年のね12月25日のソフトバンク東浜選手、今月ね5日にはロッテ石川選手で、6日には阪神岩田選手のね、コロナ感染が発表、されましたけども、今東京でもね昨日は1500人を超える感染者も増えておりますし、全国的にも 6000人をね超えたっていう報道がありますし、緊急事態宣言がね明日の夕方から出るんじゃないのかっていうね、報道もありますけども、これはねまあ、全世界の皆さんそうですけども、コロナに感染した、皆さんですね、まあ、しっかりと治療を受けてですね、いち早く体力をね、戻してですね、しっかり治療してもらいたいなっていう、思いですけども、まあ、健康な方もですね、明日、ね、いつ自分がコロナに感染するかもしれないっていうところでね、皆さんしっかりね、感染対策をとって、生活していってもらいたいなっていう思いもありますけども、まあ、今回ですね、まあ、どうなる、プロ野球キャンプ、っていうところでね、ちょっとお話しさせていただきたいなと思います。まあ、今回ね、こうやって、まあ、プロ野球界も、まあ、最近の報道ではね、入寮っていうところがね、新人選手の入寮が報道されてましたけども、まあ、プロ野球の2月1日のね、キャンプインに向けて、自主トレを行っている、各選手、多くいると、思いますし、まあ、村上選手のね、宮崎とか、あとは沖縄、もしくは離島なんかも含めて、自主トレにね、まあ、海外っていうのはなかなか難しいと思いますけども、国内でね、いろんな自主トレ場所に選手は、ひょっとしたら向かってるのかもわかんないですけども、こうやってね、まあ、向かった先で本人ねなりたくてなってるわけじゃないですけども、こう感染してしまうっていうねところを考えると、自主トレもね、なかなか、しかもこの1都3県、特にこの関東にいる5球団の選手っていうのはね、ちょっと考えなきゃいけないのかなっていうねところにも、なってきてるんじゃないのかなっていう思いもありますよね。やはりまあ、これがね感染拡大していくっていうところがね、やっぱり一番避けていかなきゃいけないっていうところでもありますし、でまあキャンプがね2月1日、突入していきますけれども、まあこっからね、まあ、考えなきゃいけないことは、やっぱり1軍と2軍2つに分けてだけのキャンプっていうのは正直非常に厳しいんじゃないのかなっていう、そういう選択はちょっと取らない方がいいんじゃないのかなっていうのを、まあ考えますね。まあ、ジャイアンツなんかもね、報道されてますけども、宮崎の1軍のサンマリン、そして、2軍の宮崎の公園内にある2軍の球場、そして、沖縄のセルラ、そして、読売ランドと、4つに分けて、キャンプを行っていくっていう報道がね、ちょろっと出てたと思いますけども、僕はね、これがね、一番正解に近いんじゃないのかなと。だから2つじゃなくて、最低でも、4つに分けて行動していかなきゃいけないんじゃないのかなと。だから1軍を2つに割る。そして2軍を2つに割る。ね、まあ3軍あるところは、まあ2、3軍を2つに割るっていう形で、キャンプをしていかなければいけないんじゃないのかなと。まあ今回のね、村上選手の報道と同じようなことが危惧されるんですけども、仮にね、2つで分けて1軍と2軍でやってしまうと、仮に1軍の選手の中でコロナに感染してしまったっていう選手、もしくはスタッフ出るとですね、そのキャンプに挑んでいる全ての球団関係者、選手も含めた球団関係者が陰性かどうかっていうところを検査しなきゃいけなくなると思うんですよね。で、それを宮崎、もしくは沖縄、もしくは離島、まあロッテなんて石垣島っていうところで、その全員分の検査っていうのがキャパシティとしてあるのかどうかっていうところがね、問題視されてくると思うんですよね。しかもその医療崩壊させてはいけないっていうところで、自治体にも迷惑かけてはいけないっていうね、ところもありますし、で、そうなってくるとですね、下手したら1週間ぐらい、その練習、キャンプが止まっちゃうんじゃないのかなっていうところは危惧されますね。
ロッテなんかで言うと約2週間弱しか石垣でキャンプがないんで、その中でもしその間に感染者が出たってなってくると、まあ検査できなければキットをまた封入しなきゃいけない。沖縄本島、離島、宮崎で、その検査キットが来て検査をしました。その検査を陽性陰性を判断することを、その病院県内で病院ができないかもしれない。そしたら東京とか大阪とかに戻して検査をしなきゃいけないかもしれない。まあこれはあくまでも想定ですけども、そうなってくるとやはり下手したら5日から1週間ストップしてしまうんじゃないのかっていうところで、やっぱキャンプが止まってしまうっていう、まあ危険性が出てくると思うんですよね。でそこでまあジャイアンツがやろうとしてるみたいに、最低でも4つに分けてると1つが止まっても他の3つが動いてるんで、なんとかキャンプをしのいでいけるんじゃないのか、もしくはもう本拠地で行うっていう最終手段も取らなければいけないんじゃないのかっていうね、まあ事態になってくる恐れがありますし、まあそういったところをね、どういうふうに進めていくか、もうあと、まあ1月始まってあと3週間ぐらいですかね、キャンプインするまでに、その中でまあいろいろ考えていかなきゃ、いけないことなんじゃないのかなと思いますね。だから、もしくはホテルが一緒ってなってくると、より危険ですよね。だからまあ今後、ロッテがね、どうするかわかりませんけども、ロッテで言うと、一つのホテルから、まあ公園内にある二つのキャンプのね、グラウンドに行くわけですから、で、室内なんかも一緒に使ってたり、するわけですから、多分こう、人の行き来っていうのが一緒のところになってくると思うんですよね。で、そういったところになってくると、まあ最悪、1、2軍すべての練習がストップしかねないっていうところもあるんで、やはり最低でも4つぐらいに分けてやる必要があるんじゃないのかなと。阪神でもね、秋、コーチの秋とかもね、使ったりするっていう報道もありますし、まあ1軍を2つ、2軍、3軍を2つっていうところが、やっぱ最低限の必須条件になってくるんじゃないのかなっていうところも考えますね。で、まあ僕ら解説者としてもやはりキャンプ視察っていうのは、まあ1年間の取材、あとは報道に出る立場としてはやっぱり重要になってくる作業でもありますし、まあ毎年僕も今年で引退して7年目になりますけども、毎年12球団、なるべく限界もあるんで回れない時もありますけども、なるべく全球団ね、回れるように、もしくはオープン戦もね、含めて、12球団、見れるように、なんとか宮崎、沖縄、離島も含めて、頑張って、毎年、取材に、行ってますけども、今年はひょっとしたら、いけないんじゃないのかなっていうところもね、まあ行くべきじゃないのかなっていうところも今考えておりますし、またここはおいおいね、仕事先との調整も含めて、考えていかなきゃいけないことかなと思ってますけども、今回のねヤクルトの村上選手のコロナ感染っていうところの報道も踏まえてですね、考えるとですね、まあそれぐらいシビアになってやっていかないとなかなか厳しいんじゃないのかなと。一番やっぱ怖いのは開幕がまた伸びてしまうっていうところもね、非常に、考えなきゃいけないことでもあるので、まあオリンピックはどうなるんだっていうスポーツ界ね、最大のイベントのこともありますし、やはり細心の注意を払ってやっていくっていうことを考えれば、まあ自治体としてはですね、やっぱりプロ野球のキャンプ、100人規模でやっぱり1ヶ月ね、来てくれるわけですから、経済効果っていうのは非常に大きいと思いますけれども、こうなってくるとね、なかなか怖いなっていうところもありますし、やはりさっき言ったように、まあ何回も言いますけどね、4つくらいに分けてやるぐらいの準備っていうのは必要になってくるのかなっていうところも考えますね。あとまあキャンプ地でね、言うと、多分球団はもちろんそうすると思いますけども、まあ僕が言うことじゃないのかもわかんないですけども、選手はホテルから一歩でも出ちゃダメ。球場とホテルの往復のみで、まあ1ヶ月間過ごしていくっていうぐらいの、まあ覚悟は必要になってくるのかなと。やはり、感染しないようにっていう対策も大事ですし、その中ではね、いろんな窮屈なことも起きますし、ストレスもね、溜まるっていうところも多くなってくるとは思いますけども、やはり感染しなくキャンプをね、1ヶ月真っ当に行うっていうところが、一番大事なことでもありますから、そういったところはですね、今後どういうふうに進んでいくのか、まあ、2月1日に向けてね、いろんな報道を、見ていきたい、取材していきたいなと思いますけども、ファンの皆さんもですね、ジャイアンツなんかなんか3000人ぐらいにお客さんをね、制限するっていう報道もありますけども、ファンの皆さんも、キャンプ地のね、観戦、練習を見にね、行く準備、計画している皆さんもですね、感染拡大しないように、あとはね、ファンの皆さんもね、望んでるかもわかりませんけども、選手とのね、
接触、サイン、写真撮影なんかもね、非常にシビアな状況になってくるんでですね、ファンの皆さんもね、もうちょっと我慢していただいてですね、自分の欲求をあんまり出さずね、選手に優しくしてあげてもらいたいなと思いますし、見に行く際はね、十分感染拡大しないように、注意して観戦してもらいたいと思いますね。さあ、ということでですね、まあ、今日ね、今日というか先ほどね、報道が出たっていうところでね、ちょっとまとめてみましたけども、まあ、総合的に言うとね、やはり、1、2軍を2つだけでは厳しいと。1軍を2つ、2、3軍を2つに分けて、最低でも4つに分けて、キャンプ地を、分けてですね、プロ野球のキャンプを行う、宮崎、沖縄、行くだけがね、キャンプじゃないんで、本拠地に残ってするのもよし、2軍の施設を使ってするのもよし、そういったところをね、広く使いながら分散してね、キャンプを行うっていうところが非常に大事になってくるのかなと。あとはですね、ファンの皆さんも選手にね、あんまりお願いするばっかりじゃなくて、ここはね、そっと見守って応援してあげてもらえることがね、一番いいことだと思うんで、そこら辺はね、ファンの皆さんもよろしくお願いします。ということで、今日報道に出たことなんでね、速報という形でお送りしました。皆さん、コロナね、最近拡大していってますから、皆さん自身もですね、まあ、佐々木自身もそうですけども、感染しないように、しっかりね、対策を持って、やっていきましょう。そして、まあ、感染された方ね、感染することが悪いことじゃないんで、謝るべきことでもないですし、落ち込むことでもないですし、しっかりね、治療に専念して、休息をとって、早くね、元気な姿を取り戻してもらいたいなと思います。以上、佐々木智也でした。